春の夜空に舞い上がれ。でもね、なかなか思うようにはいかないですね。 JOY 喜びのジョイです。レッツジョイジョイ。春の夜空に舞い上がれ。どうもスプラッシュカラーです。はい、ということでボンズ TV でございます。これまでこのチャンネルでボンズさん、そしてテッドベッドさんをご紹介してきましたが、新しいサイトのご紹介です。ジョイカジノさんでございます。 JOY で喜びのジョイでございます。こちらジョイカジノさんなんですけど、こちらのサイト自体の創業は2014年でございまして、日本のマーケットでは親しまれたサイトではあったんですが、一度このサイト日本のマーケットを離れまして、遊びやすさやプログラムの改良を重ねられましてですね、その後日本に再進出したゲームサイト、それがジョイカジノさんでございます。ボンズさんやテッドベッドさんでは遊ぶことができないゲームが、このジョイカジノさんでは遊ぶことができます。こちらを楽しむメインはスロットです。このジョイカジノさんは今あるスロットゲームのほぼ全てを網羅してるんじゃないかと、それぐらい充実したサイトになってるというところが他のサイトさんとは異なるというところでございます。その上で見た目や仕様についてはほぼ変わらないので、操作性については引き続き簡単操作で取り組みやすくなっております。ということで今後はこのジョイカジノさんでしか遊べないジョイカジノさん限定のゲーム、こちらをですね主に紹介していこうと思います。ということで今回一つ目の作品はジョイカジノブランディットメガウェイズというゲームになります。こちらのゲームのルールなんですけど、簡単に説明すると、6つのリールと2つから7つの列を持つビデオスロット、組み合わせが複雑になっているスロットゲームです。シンボルが揃っているリールがいくつあるかと、揃っている分だけ計算して出てきた数字、それがですね手元に入ってくるという、そんな感じでございます。その中でフリースピンをぜひ獲得したいと、早速ゲームの方を始めたいと思うんですが、今回は自動で100回回させていただいて、どれぐらい勝ちの演出が見れるのかというところを見ていきたいと思います。はい、ではお願いします。ジョイカジノブランデッドメガウェイですね。はい、ということでこちらですね。はい、こちらで99回ですね。はい、間違えました。99回までしかできない、99回でいきたいと思います。はい、すっごいですね。こんな感じなんですね。なかなか揃わないですか。お、来ました。K が揃いましたね。でもこれは、はい、金額になりません。得れるものはございませんでしたね。お、来ましたね。9が来ましたね。お、おーし、お、24、プラス24ですね。お、来ました。お、来ました。はい、48。でもね、なかなか思うようにはいかないですね。よし、10が、よし、来ましたね、これ。これは、はい、40、ありがとうございます。はい、おお、42ですね。いやー、以上でございます。はい。お、ワイルド来ましたね。来ました、ワイルド、ありがとうございます。おお、88、いいですね。さあ、経が崩れまして。さあ、おお、ありがとうございます。おお、今までで一番でかいぞ。今までの分が回収できたのかな。いや、あんまりできてないか。さあ、まだあと70回回転ございますね。70回転でどこまでいけるんでしょうか。経が来ましたね。30、ありがとうございます。うん、ありがとうございます。10が来て、おお、うんですね。これはもう見せ場なく終わっちゃうのか。お、ありがとうございます。40、ありがとうございます。続かない。これがね、続いてくれるといいんですけどね。これがちょっと続かないのが痛いな。続いてほしいな。120よりも大きな数字来てくれ。さあ、あと残り50回転、半分ですね。1回分が回収できただけですね。お、いいですね、これ。お、来た、いいですね。58、ああ、もう一回ぐらい見せ場が欲しい。おっしゃおっしゃ、おお、いいですね。お、80、さあ、これで来るか。お、来ました、ありがとうございます。お、88ですね。お、うわー、来ました。おお、ここに来て、来てますね。で、まあ、そんなに大きな数字ではないですけど、今合計94。ここまでか。ああ、ここまででした。さあ、残り35回、ここのうちで来るのか。お、来ました、ワイルド、ありがとうございます。24、さあ来い、ありがとうございます。来ました。お、36、そして、お、OK が60になりましたが、
ガッガーガーガー。お、来ました。これはおお、今までで一番でかい。300来ました。ありがとうございます。回収できました。今のが一番でかいですね。今のが一番の見せ場になるんじゃないでしょうか。もう一回ぐらい来てほしいね。お、ありがとうございます。お、80、ありがとうございます。ぬわ、残り10回、最後来るか来るか来ないか。はい、以上99回自動回転でございました。結果、元々の手持ちから500ぐらい削れてしまいました。ガツンと素晴らしい演出を皆さんにお届けしたかったんですけど、まあ、それでも300という一気に取り返せる数字、これがですね出ることもあるというところでございますね。という感じで今回のゲーム、これはジョイカジノさんだけで遊べる、そういうゲームでございます。まだ他にもですね、この他のサイトでは遊べないゲーム、それがございますので、次週そちらのゲームの方をご紹介したいと思います。ここから引き続きジョイカジノさんのゲームを追っていきますので、皆様引き続きよろしくお願いします。ということで、新しい挨拶、こちらの方をですねやっていきたいと思います。 JOY 喜びのジョイです。ではレッツジョイジョイ。どうもありがとうございました。